プロレスラー転向を発表いたしました。当力道山の長男、皆様には今まで桃田義弘リングアナウンサーとしておなじみの桃田義弘選手が入場してまいりました。皆様へのご紹介であります。リングアナウンサーとして活躍してまいりました桃田義弘は、この度プロレスラー転向を決意いたしまして、皆様ご承知のように桃田は力道山2世選手の紹介が新しくリングアナウンサーになりました原郡司リングアナウンサーより行われます。本日のセミファイナル45分一本勝負、中村が岩村陣太郎のマリオミラノ、一番ですがマリオミラノであります。インタータッグチャンピオン三冠王の世界のジャイアントババが紹介されました。そして両足を持って逆襟の体勢だ。ゆっくりと右足がステップオーバーいたしました。大型のマリオミラノ、さあ自ら軽く余裕を持っての足払いから今度はのど締めに行きます。マリオミラノであります。またもや東口の方から人波が大きく揺れております。何回かこのリング上を狙っているようですね、若松が。そうですね。さあまたもや大きく東口の出入り口が割れました。人波が割れた。白い砲弾と東若松が入ってまいりました。後頭部にキックですね。それからトーキック。今ね、はい、あの試合ですがね、結果的には馬場選手が反則勝ちということなんですがね、これはあんまりありがたくないですね。痛い勝ちですね。そして両足を持って逆襟の体勢だ。ゆっくりと右足がステップオーバーいたしました。大型のマリオミラノ、さあ自ら軽く余裕を持っての足払いから今度はのど締めに行きます。マリオミラノであります。